カーリング女子、速報、日本イギリスに敗れ、初の連敗4勝3敗に、2022年2月15日17時50分、北京オリンピックカーリング女子の日本代表は、予選リーグ第7戦で、イギリスと対戦し、第8エンドを終えた時点で、負けを認め、4対10で敗れました。 日本は序盤からリードを許し終始苦しい試合展開でした。これで予選リーグの成績は4勝3敗となりました。日本は16日の予選リーグ第8戦でアメリカと対戦します。試合詳細、試合開始、予選リーグ第7戦が始まりました。 相手は日本が前回大会の3位決定戦で対戦し勝利したイギリスです。カーリングの発祥の地とも言われているスコットランド出身の選手が多くいます。日本は先攻と後攻を決めるラストストーンドローで相手よりもストーンの円の中心に近づけることができず、第1エンドは 不利な先行となります。試合前、選手たちは会場入りすると、カメラに向かって手でハートを作るなどして、リラックスした様子でした。第1エンド日本、03イギリス、高校。第1エンドから、円の中に、互いのストーンが溜まっていく展開。ナンバーワンとスリーが日本。 2と4がイギリスと日本がいい形を作ります。しかし相手のスキップが1投目、日本のストーン2つだけを外に出すショットを決め、イギリスのストーンがナンバーワンと2に変わりました。日本のスキップ、藤沢選手は最後の1投でこの2つのストーンを弾き出そうとしますが成功しません。 続くイギリスのラストショットでナンバースリーも取られ3点を奪われました。日本、苦しい立ち上がりです。第2エンド日本、高校1、3、イギリス。第1エンドでビッグエンドを許し、複数得点が欲しい日本。円の中にストーンを貯めていきますが、最後に相手スキップの正確なショットに阻まれました。 相手のスキップはラストショットで日本のストーンにぴたりとつけ出しにくい位置にナンバーワンを作って複数得点の可能性を消しました。日本のスキップ藤沢選手は最後の一投で円の中心付近にドローショットを決めましたが得点は1点止まり第3エンドは先行に変わります。 第3エンド日本1、6イギリス、高校。不利な先行の日本は相手の得点を最小限に抑えたいエンド。スキップ藤沢選手のラストショットの狙いは、円の中心付近の相手のナンバーワンのストーンにぴたりとつけるフリーズで相手に1点を取らせることでした。 しかし、このショットは狙いよりも曲がりすぎて、手前にあったストーンに当たってしまい、相手のナンバーワンとスリーを残してしまいました。相手スキップのミワヘッド選手が最後の一投で冷静に日本のナンバーツーも押し出し、3点を獲得。日本は第1エンドに続いて、 リックエンドを許し、序盤から5点を追いかける展開になりました。第4エンド日本、高校3、6イギリス。高校の日本は、複数得点を取らなければ苦しくなってきますが、相手のスキップの第一等で、円の中のストーンがイギリスの2つのみという状況になりました。日本の藤沢選手は、 一投目で相手ストーンの裏に日本のストーンを隠しに行くドローショット。これは完全には隠れませんでしたが、相手のスキップが次のショットでこのストーンを弾き出すのに失敗。藤沢選手はこのチャンスを見逃さず、最後の一投で円の中心にドローショットを決めました。相手のミスも重なり、 日本は何とか2点を返しました。第5エンド日本3-7イギリス、高校。サードの吉田千奈美選手が第1投でナンバーワンを作り、ガードストーンを置いて守ろうとする日本と弾き出そうとするイギリスの攻防となりました。イギリスのスキップは第1投でガードストーンを使って日本のストーンを弾き出す。 ランバックを狙いますが成功しません。その後、藤沢選手は最後の一投でドローショットを決め、ナンバーツーも作りました。イギリスはラストショットでナンバーワンを弾き出しましたが、得点は1点にとどまりました。日本は前半を終えて4点を追いかける展開ですが、 少しずつ狙い通りのショットが決まるようになってきました。ハーフタイム後半逆転へ、作戦会議。日本は第1エンドと第3エンドでイギリスにビッグエンドを作られ、前半を終えて3対7と苦しい展開です。ショット成功率では日本とイギリスが81%と互角ですが、 スキップの藤沢選手は70%と普段の正確なショットがやや乱れています。第5エンド終了後のハーフタイムでは水分補給などをしながら後半に向けて作戦を話し合っていました。第6エンドは日本が高校です。第6エンド日本、高校4-7イギリス。 ナンバーワンが日本、ナンバーツーとスリーがイギリスと2点を取るチャンスを作り、藤沢選手のラストショット、ガードストーンもなく円の中心付近に置くドローショットは、藤沢選手にとっては難しいショットではありませんでした。しかし、藤沢選手の投げたストーンは、 途中で急に減速し、円に届くことはありませんでした。日本の選手は噛んじゃったと話していて、滑るストーンとアイスの間ににゴミなどが入ってしまったようです。日本は一点止まり、不運なエンドとなりました。第7エンド、日本、4-8イギリス、高校。日本は不利な先行。 相手がナンバーワンを持っている状況でスキップ・藤沢選手は相手のストーンにぴたりとつけ非常に押し出しにくいナンバーワンを作ります。イギリスは日本のストーンを出すことは難しいと判断し円の中心付近に置くドローショットで1点を取るしかありませんでした。我慢の試合運びを続ける日本。 第8エンド有利な高校で大量得点を狙います。第8エンド日本高校40イギリス日本コンシードで終了。高校の日本はどうしても複数得点を取りたいエンド。残り3頭を残して1試合で1回しか使えないタイムアウトを取りました。 リンドコーチも交えて話し合った結果、6時方向にあるイギリスのストーンにくっつけ、ナンバーワンを作る作戦に決まりました。この直後、吉田ちなみ選手のショットは、おおよそ狙い通りでしたが、わずかに曲がりが足りず、ナンバーワンにはなりませんでした。その後、ナンバーワンとツーがイギリス、 ナンバースリーが日本という状況となります。藤沢選手は2点を取りに行くため、最後の一投で相手のストーン2つを弾き出す難しいショットを狙います。しかし、このショットは決まらず、日本は2点のスチールを許しました。日本はこのエンド終了後に負けを認め、4対10で敗れました。 日本代表ロコ・ソラーレが英国に敗れ初の連敗。一次リーグ突破へ16日の米国戦が正念場。北京五輪カーリング女子一次リーグ日本40英国15日国家水泳センター。写真メガネ先輩風の藤沢さつき。女子の一次リーグ L 第7戦が行われ。 世界ランク7位の日本代表、ロコ・ソラーレは同8位の英国に40で敗れ、今大会初の連敗を喫した。通算4勝3敗。ロコ・ソラーレは2018年、平昌五輪3位決定戦でも英国と対戦。A スキップのイブ・ミュアヘッドの最後の失投で、ロコが銅メダルを手にしていた。 今回はリベンジを狙う相手に第1エンドからビッグエンドを作られるなど主導権を握れなかった。第8エンドに2点を許しコンシードした。過去の結果を見ると出場国が10チームになった2002年ソルトレイクシティ大会以降男女共に一次リーグで6勝以上したチームは 必ず準決勝に進出している。2年大会、14年ソチ大会、18年平昌大会は5勝4敗が突破ラインだった。16日の世界ランク6位、米国戦が準決勝進出に向け大一番となりそうだ。今大会、ここまでの日本は10日の一時エル初戦で前回女王のスウェーデンに 5対8で敗れ、黒星スタート。11日はカナダに8対5で勝利し、12日にはデンマーク、ロック戦で共に逆転勝ちした。13日の休養日を挟み、14日は午前中に中国を10対2で下し、午後はメガネ先輩要する韓国に5対10で敗れていた。